体的に、まあ、あのアドバンテージがあるわけじゃないんで、うん、本当努力の人ですよ。どうぞ。1ヶ月入ったとき、いきなり具志堅さんと全く一緒だ。具志堅さんもだから鬼塚たち、うちに、うん、生きてるうちはやっぱりそういうの見たよな、うん、はい、うん、トカシキカツオです。竹原慎二です。畑高泰です。鬼塚さんの話とかって、鬼塚さんから何か聞かれたりしたことあるんですか？あ、これはよく言われましたね。鬼塚さんってやっぱりすぐこうなんですよね。で、その試合前にこう控室いるじゃないですか。そうすると僕は基本的にオープンで、あ、どうぞみんな入ってきてくださいって感じなんですよ。青森の後援者の人たちも青森からわざわざ試合見に東京まで来てくれるじゃないですか。で、みんなで、あ、どうもどうもどうも、わざわざありがとうございますっていうのがなんか好きなんですよ、うん、普段とこう変わらない感じでいたいんですね、試合前。で、鬼塚さんはもう誰も言えなくてもとにかく一人でもいるらしいんですよ。そういうのを見てすごい対照的だね、二人はと。畑と、うん、鬼はすごい対照的だというふうには言われましたけどね、うん、私も畑タイプ、まあ、誰でも言えて、あ、頑張るよって。僕は鬼塚さんタイプ。そう、具志堅さんもだからあれ鬼塚タイプだよ。あ、ピーンとってさ、うん、誰も言えないって、うん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 、どっちだって。僕鬼塚さんタイプです。だから僕鬼塚さんの練習見て、こういう風にやんないと世界チャンピオンになれないんだと思って自分を追い詰めてやったんですよ。うん、似てるよな。上がってきた時、彗星のことが上がってきた時は22連勝ぐらいお互いガーッと上がってきてる、うん、あの頃の鬼塚と似てるよね。上がってきた時ブワーッと、まあ、無敗でね。そんな印象があったな。マンツーも早くてさ、だからいいよ、鬼塚は。まあ人気もあったし。鬼塚さんすごいっすよ、ね、本当。本当に1ヶ月前からもう自分で決めてるらしくて、1ヶ月前になったら誰とも喋んないんですよ。トレーナーとの一部の会話とスパーリングパートナーとの会話ぐらいしか。よく試験さんそっくりだよ。僕2日ぐらい前に鬼塚になって、あ、こんにちはとか話すじゃないですか、多少。それもないんですよ。もう1ヶ月切ったら、1ヶ月入ったら、じゃあ具志堅さんと全く一緒だ。いきなりこう、具志堅さんにもこんにちは。ただ嫌ってたら相手にされてないんだ。ほんとガツって本当かむりましたね。こっちは言ってるのに本当に目が嫌。あの具志堅さん、今の具志堅さんとか想像つかないじゃん。180度ぐらいとかね、360度違うよお前。いやいや、それやっぱりこんちは元に戻っちゃう。元に戻ってる。いや、それが本当に全然違う。具志堅さん、そうなんですか。普段は想像つかない。だから鬼塚さん、僕はそういうの見てんじゃないですか、うん、で引退して最近畑と何回かね飲んだやん、うん、もうめちゃめちゃ違うからびっくりしましたよ。明るいの。明るいしね。もう飲んだことないんだよ、鬼塚さん。畑がズバ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 聞くんすよ。何を聞くんだっけ。何聞くの。鬼塚さんってマジそんなことない。で、いろいろ女の話を聞いて、あ、違う、女いないんですかって言って、うん、もう彼女おらんみたいなやつ、うん、そんな感じでしょ。で、だってね、男前だしさ、うん、女にもモテるわけじゃないですか、うん、で、女いないんですかって言ったら、女いないって言って、うん、で、お兄さん、もしかしてこっちっすかで、うんって言ったら畑行こうと思ったんだな。俺そっち聞いて、お前危ねえな、それ危ねえ話してない。ないない、でも、あ、そう、彼女の話も聞いたことないし、今独身か。独身ですよ、うん。だからすごい真面目で、真面目なんです、ストイックなんです。まあ確かに真面目だよな、はい、真面目な人ですよね、はい、話してても思いますもん。鬼塚さんでなんか有名なのはリーチが短いのを工夫してた、うん、あ、鬼塚さんはね、決してそのパンチがあるわけでもないですし、うん、そのね、リーチの体的に、まあ、アドバンテージがあるわけじゃないんで、うん、本当努力の人ですよ。どうぞ。でもスピードのキレはあったな。あ、スピードありました、スピードありましたね、ミストレートね。だから鬼塚さんはアウトボクシングしたら上に行ったんですよ。不利だからわざとガードして下がって打ち合いに持っていったんですよ、うん、スピードで、うん、いや本当にいいボクサーだったな、うん、かっこいいな、うん、かっこいいですね。なんか亡くなったみたいじゃない、その喋り方。その喋り方追悼式じゃないの。カニザレスとかチキータとスパーリングパートナーやってたんです。あ、そうらしいですね、カニザレスには結構やられたらしいですよ。あ、メキシコでだろ、はい、そうそう、だから下手にメキシコ連れていくなってみんな言ってたもん。そういうのでやって潰されるケースがあるから、うん、まあ、これからのスーパーフライっていうことを考えると、うん、田中康生選手、あ、そうね、これからのいいじゃん。けどね、
田中康生君と井岡君の試合って決まらないですね。田中康生君がね、ベルトを返上して、井岡君に挑戦しようと、4階級目に挑戦しようということでね、今話題に上がってるんですけど、今日本人で考えられる一番いいか、ね、ベストのカードでしょうね。ボクシングを知ってるのは井岡君の方が知ってますよね。日差しがちょっと多いのかなと、田中選手もすごくいい選手なんだけども、日差しの多さと、まあ、ずるさがありますね、やっぱ井岡君はね。だその分判定で良かかよかかなというふうに思いますけどね、うんうんうん、僕は田中選手が今勢いありますからね、うん、WBA か WBC かがその1位に田中康生君が入ったんで指名試合で今度は当たるみたいだね。あ、世界からも注目されてるんで、これぜひ見たいよね、うん、見たいですね。まあ世界一は一人でいいだろうっていうね。トカシさんどっち勝つと思う、ね、どっちだろうね、勝った方が勝つんだろうね。いや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 、なんで決まんないですかね。全然話にも話題にもならないですね。まあ、コロナのあれで流れてるんじゃないの。別に12月にあるかもしれないな、もしかしたらな。いつもいい試合を12月にみんな持ってくるから。ああ、いや絶対あってほしいよな。田中康生井岡の話が全然出ないからさ、まあ一番、ね、井上君を抜いて一番面白いだろ、この統一戦。うん、まあそうですね、そうですね、日本人の大チャンピオン同士、はい、3階級、4階級、そうです。いや、4階級同士になるんだろ。あ、田中康生が勝てばね、うん、そうか、4階級制覇でもですもんね、井岡君は。そう、じゃあこれからの、ね、うん、選手スーパーフライの、うん、田中康生選手と、うん、井岡、ね、選手、うん、この2人のチャンピオンが、うん、今こうスーパーフライで強いわけだよ、うん、まあ、この2人が戦うのも楽しみだけど、うん、で世界にはスーパーチャンピオンにロマゴン、ね、ロマン・ゴンザレスっていうのがいるから、これが彼がまた戻ってきたからね、カムバックして、うんね、チャンピオンになりましたからね。これまたチャンピオンになったんで見たいね。そうですね、この、まあ、昔のさ、あのハグラとかレナード、ね、80年代のそれじゃないけど、うん、今そのローマン・ゴンザレス、世界はねローマン・ゴンザレス、タイのシーサケット、うん、そしてメキシコのエストラダ、このままサンバガラスじゃないですか、これ今さ、ね、世界でこのクラスで騒がれてるよね、うん、この3人に対してこの2人がどこまで食い込めるのかっていうね、うん、あ、ロマゴンは見たいね、まあ、もともと言われたからね、井岡、うん、とロマゴンっていうのね、うん、トニーもやられたかってますしね、八重樫はやったもんね、うん、で結構割と盛り上がりしてたもんね、うん、頑張ったねあれね、うん、ってことはまあチャンスはあるよね、あるんじゃない、うん、いやもちろんあのローマン・ゴンザレスもちょっと力も落ちてるところもあるし、うん、でもまだチャンピオンになったから、うん、これはやりがいあるな、うん、2人ともな。そうですね、しかしロマゴンは強いですけど何年間チャンピオンやってんの。そうです、一戦でもう十何年やってるんじゃないですか。すごいな、うん、世界の舞台で十何年やるってすごくないですか。いやすごい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 、まあね、試合は面白いよ、確かにね、ガンガン打ってくるからね、うん、追い詰めてくるからね。そうなんですよ、ポッポッポッポ手が出るじゃないですか、止まらないですよね、これね。そう、あれはすごいね、うん、まあ、リカルド・ロペスもそんな感じだけど、まあ、あの2人がやったら面白いな。リカルド・ロペスとロマン・ゴンザレスっていう、これもまあ 別枠だけど面白いな。でも、どうなの、誰と戦うのが面白いの、この3人は。僕はあれですね、田中君とやってもらいたいですね、ロマゴン。ロマゴン、おー、うん、まあでも井岡君とやって彼の方がいいんじゃない。あ、勝った方が、で勝った方がロマゴン。そうですね、うん、はい、まあ仮にですよ、その井岡君と今度田中康生君がまあ日本人同士でするんだけども、うん、まあ仮にどちらかが負けたとしてもですよ、うんうん、そのね、さっき言ったローマン・ゴンザレス、エストラーダ、うん、あーシーサケット、うん、このどっちが勝とうが負けようが、この3人とは絡んでほしいなって感じ。この3人見たいですよね。そうだな、見てみたいですよね。今この3人強いうちに見てみたいな、うん、そうですね、どのぐらいできるのか。エストラーダとあれ田中、あ、じゃあ井岡チャンピオンやるはずだったんじゃなかったっけ、なんかでな。あ、そうなんですか、うん、これもやってほしかったね、うん、まあまあこれからもあるからな、このね、3人とさ、どのぐらいできる、勝てるのか、もしくは負けたとしてもどの程度できるのかみたいなね。確かに強いな、はい、でも世界とね、もちろん世界だ、彼らも世界だけどさ、まあ、世界でスーパースターだろうが思ったより差ないんですよね。そこまで ね、うん、自分らが思ってるほど差ないんですよ ね、まあ、ね、そうですよ、まあ、チャンスがあるんですよ、絶対に。そういうなカードが今あるうちに、うん、な、生きてるうちにやっぱりそういうの見たいな、うんうん、そうですね、ぜひやってほしいよ、はい、